はい、皆さんこんにちは。というわけで、今日もね、いいものをゲットしたんでレビューしたいと思うんですけれども、これもう全然また最新作とかではないんでね、まあどうなんかなってところではあるんですけど、僕はずっと狙ってたモデルですね。早速ものを見てみましょう。こちらですね。ボックスはプーマジアーカイブですね。この前回もね、あのプーマスエードを紹介したんですが、今回はプーマバスケット90680、プーマホワイトオレンジ ドットコムドットコム何なんですかね、のカラーリングになります。いやいや、これねずっと狙ってたんですよね。やだ、早速ものを見てみましょう。ポン、そしてポン、はい、プーマバスケット90680ですね。これもう、で、カラーリングは白にホワイトのカラーリングを選びました。もうほんとこれと出たのはちょっと前なんですけど、プーマね、何度も動画の中では言ってるんですけど、あんまり詳しい方じゃないんですよ。で、だけど、その、まあ、プーマ好きな方とかがね、で、インスタグラムですごい、こう、評価が高くて、で、これ待ってたみたいなことをおっしゃってたんで、まあ、ずっと気になってはいたんですね。まあ、当時のプーマバスケットってモデルの、本当に一番最初の頃の、モデルの、復刻版らしいんですよ。だからまあナイキでいうとこの OG みたいな感じの仕様らしいんですけれども、まあ、確かにね、僕の知ってるそのプーマバスケットってモデルとはだいぶ違うなっていう印象だったんで、ずっとまあ気になってはいたんですが、どうしようかなと迷ってたところにですね、海外のハノンっていうね、まあ、僕いつも海外通販やってるサイトですけど、ハノンでセールかかってまして、もともとセールで結構安かったんです。50何ポンドぐらいですごい安かったんで、まあ1万円ぐらい送料入れて、まあ1万円いかないぐらいで買えるなとか思ってたんですけど、まあなんか他の靴いろいろ買ったりしてて、で買ってなかったんですね。でこの前またハノンの方見てみたら、また再値下げかかっててすごい安かったんですよ。28とかそんぐらい、28ポンドとかだったんですよ。で税金抜いて送料入れてってやって、だいたい40ポンドぐらいですね。でまあ日本で今レートで出すと、だいたいまあ150円計算ぐらいでやるとまあ6000円ぐらいですね。もう6000円ギリいかないぐらいだと思います。多分5900円とかそれぐらいで買えちゃったんで、もうめちゃくちゃ嬉しいですね。まあそんなわけで、さっくり全体見ていきましょう。つま先から見ていくとこんな感じですね。つま先は、この辺はスエードになってますね。これリアルレザーのスエードになってます。でここが、ここまでスエードが続いてますね。でここからは白のスムースレザーになってるんですけど、このレザーの手触りがめちゃめちゃいいですね。しっとり柔らかくて、もう本当になんかもうすごいなんか上質な感じが、もう触るとめちゃくちゃ伝わってくる感じのスムースレザーが使われてます。でここにゴールドでプーマのロゴが入っていて、ここにどん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 ベンチレーションがありますね。で同じくスエード素材でプーマのフォームストリップ入ってますね。このオレンジがまたね、あのオレンジと赤の中間、まあ朱赤っていう感じですかね、の朱赤のさらにちょっとオレンジ寄りみたいな、すごい微妙な色合いなんですけど、これがまたいい色ですよね。なんかそのパキッとしてないんで、逆にあんま派手になりすぎないというか。でここにこう上のこのシューホールの部分からスーッとこうくの字型でステッチが入ってるんですけど、これもオレンジで入ってます。こんな感じですね。でミッドソールはまあ、セールカラーっていうんですかね、こういうちょっとクリームがかった色になってます。ヴィンテージっぽくていいですよね、これね。内側見ていくとこんな感じ。内側はまあまあ外側とほぼほぼ同じです。ここにあのプーマのロゴがない感じですね。上から見ていくとこんな感じで、まあこのスエードがね、このスエードもいい色合いですよね。このクリーム色の、またこう毛足は短めで、こう撫でてもこうあまりこう色味が変わらない感じのスエードですね。で、付属でついてくるのがちょっと太めのコットンシューレースが平紐でついてきますね。感じで、タンも同じくスエードです。ちょっとふかふかした感じの、パティングが入ってますね。で、タントップにはプーマのロゴが入ってます。で、ヒールがこんな感じで、ここにプーマのロゴが入っていて、このかかとのヒールカウンターの補強パーツにこう、またオレンジなんですけど、ここにはプーマのロゴ入らないんですね。これはきっとオリジナル準拠なんでしょう。あまりちょっとね、詳しくないんであれなんですけど。アウトソール見ていくとこんな感じで、まあ、あのスエードとか、この前紹介したスエードとかと同じようなベーシックなアウトソールパターンになっ
ています。ワイニングを見ていくとこんな感じで、まあ、この履き口周りはリアルレザー使われてますね。で、まあ、ライニングとか特にない感じで、こういう、もうほんとスウェードの裏側が見えてる感じですよね。ステッチングも見えてるし。で、白のインソールにリアルレザーの文字が入ってますね。10っていうのはこれ UK サイズですかね。はい、それではちょっと履いてみた感じをご覧ください。はい、履いてみるとこんな感じですね。いや、めちゃめちゃいいですね。やっぱこう履いた時の形がすごいいいですね。あの前のスウェードと同じくすごいつま先からがね、こう上から見ると分かるんですけど、この辺のつま先からがすごいシュッとまとまる感じ。いや、ほんと形がめちゃくちゃいいですね。横から見た時もすごい形シュッとしててかっこよくないですか。いや、めっちゃいいな。で、またこのね、フィット感が、アッパーのフィット感がすごいいいです。この表面のアッパーのレザーがこうシュッと甲に吸い付いてくる感じっていうか、めっちゃいいっすねこれ。まあ、もちろんね、あのエアとかそのブーストとかそういうのが入ってるモデルじゃないんで、あのクッション性にはすごい、まあ、硬いですね、正直言ったとこなんだけど、でもそういうんじゃない感じの履き心地ですねいやー、これめちゃくちゃいいな。でサイズ感なんですけど、まあ、やっぱりそのこうシュッとシャープに作られている分、この小指の付け根からつま先にかけてはかなり狭いです。結構タイトなサイジングですねこれは。で、アッパーのこの甲の高さも割と低いですね。特にこの、なんだろうな、このシューレースのこの一番最初のあたり、この辺結構きますね。まあでも紐で調節できるレベルかなっていうところではあるんですけど、うん、まあただね、なんで、幅広とか甲高の方はちょっとサイズ選び注意が必要だと思います。僕はいつも通りの29センチで入ってます。エアジョーダン1とか、ジョーダン1と同じサイズで大丈夫かな、多分。と思います。ね、あと、まあ、そのさっきちょっとで、ね、説明したんですけど、単に結構、あの、パッドが多めに入っているような感じだったんですね、ふかふかして。なんで、そのせいなのか、この甲の気持ちいいフィット感があるのかなっていう感じしますね。いやでもやっぱ、スウェードと同じで、やっぱこう手に取って、見てみるより何よりも、こう履いてみて、じわじわっと、あ、いいって思ってくる靴ですね。いや、これめっちゃいいな、買ってよかったな。はい、というわけで今日ご紹介したのはプーマ、90680バスケットの白オレンジのレビューでした。ほんとね、これ出た時からずっと気にはなってて、まあ、白黒とか黒白もかっこいいなと思ってたんですけど、まあ、この前黒銀のスウェード買ったんで、どうせならなんかこう、ちょっと色あるモデルが欲しいなと思ってて。で、今現行で、ビリーズさんとかその辺で出てるのが、白とエンジのモデルと、白とゴールドのモデルが出てるんですね。で、どっちもすごいかっこよくて、このどっちか買おうかなと思ってたんですけど、そしたらね、海外でうまいことこの最新出た方のモデルがセールになってて、しかもこの白オレンジがマイサイズがあったんで、もうこれは買うしかないなと思って買ったんですけど、いや、本当にやっぱこの、プーマジアーカイブのシリーズめちゃくちゃいいですね。もうその手に取って触って履いてみて、もう良さがこうじわじわっと伝わってくるっていう、もうかなりこだわり抜いた作りになってるんだなっていうのが、もう本当に手に取ってみて分かる一足になってます。もう素材もいいし、作りもいいし、履いた時のシルエットもいいし、履き心地もいいんですよね。なんかそのなんていうか、ブーストとかエアで柔らかい履き心地とか、のフライニットのふわっとした履き心地っていうのとはまた違うんですけど、この上質なレザーで、足型もね、やっぱり見直されて作ってるんで、なんかこう足にキュッとはまる感じ、自然に履ける感じのこの履きやすさっていうのがあって、もう本当にこだわって作られてるんだなっていうか、本当にいいスニーカーだなっていうのが伝わってくる一足ですね。もう僕そのヴィンテージのプーマとかの知識が本当に少なくって、そのどこがこうヴィンテージ準拠でかっこいいとか古着っぽくて何年代っぽくてっていうのを語る感じじゃないんですけど、知識がないんでね、まあいろいろ調べたりはするんですけど、まあまあそういうちょっと浅い知識なんで、そういうもう知識あるなしとかこだわりあるなしとかじゃなくて、普通にこう履いていいなって思う靴になってると思います。もう本当ね、プーマバスケットとかこの辺のモデル、例えば最近だったらね、ジョーダン1とかああいうね、エアフォース1とかダンクとか、ああいうモデル履いてる、ナイキで言ったらね、その辺のモデル履いてる方だったら絶対ハマると思うんですよね。なんでたまにはちょっとね、こうプーマのこの辺のモデル
手に取って履いてみたらもういいと思います。もうめちゃくちゃ本当にできいいん でしかもこれ素材がいいんでね、きっとこうちゃんとケアしてたらもうこの先10年20年履いていけるスニーカーだと思うんで、加水分解もないしね。なんでね、ちょっとこれぜひ履いたことない方、見たことない方いらっしゃったら手に取って見てみるといいかと思います。そんな感じですね。ご意見ご感想ご質問等ございましたら下のコメント欄の方までお気軽にお寄せください。ではでは、今日ご紹介したのはプーマバスケット90680、白オレンジのレビューでした。ではでは、またお会いいたしましょう。ピース。